祥寺のレラバイフロートの畑中雅俊です。今日は丸みショートをカットさせていただきます。丸みショートのポイントは、後頭部の、丸みと、あとは、再現性の高さがポイントになります。ではカットしていきます。まずアンダーセクションなんですけれども、今回の場合は、全部上に引き上げてカットします。で、床に平行ぐらいまで上げますね。で、全部、板状に切ります。なので回り込まずに、全部後ろに板状に切ることによって、三つ襟の方までしっかり長さが、残るようにするのが、ポイントになります。で、次にサイドにいきますね。で、大体サイドも、3パネルぐらいで、切り進めていきます。で、後ろのカットしたものをガイドにしてそれを少しつなげていきます。基本的に、平行か、少し前下がりっていう感じが、多いですね。で、この時のエレベーションも、床に落ちる位置でカットではなく少し、エレベーションを上げます。だいたい、20度ぐらい上げますね。で、そこから、同じく30度のエレベーションにしていきます。はい、で、一番上も同じく30度のエレベーションでカットです。はい、全体はこのような感じです。サイドは、少しまっすぐなラインで後ろにかけてややラウンドしています。で、襟足は長めに残しています。で、基本的に僕は営業中でも襟足長めで残すことが多いです。で、襟足が長めに残すことによって、もしそのウエイトが上がったりとかした時でも対応ができやすくなりますし、襟足でのニュアンスっていうのがすごく作りやすくなるからですね。はい、ドライが終わった状態です。で、次は、量感調節に入っていきます。で、手順としてはまず、三つ襟の方からですね。三つ襟、耳後ろの、毛量の方から取っていきます。で、斜めのスライス、2センチスライスぐらいですね。で、取りまして、で、結構根元付近からここは取っていきます。3分割したとしたら、中間の根元付近の方からしっかりまず取っていきます。はい、で、最後の表面。で、ショートの場合どうしても手数が多くなってしまうのでなるべく、スピーディーに行っていきます。次はボンのくぼしたところ、ここは結構根元付近からしっかり取っちゃいます。毛先3分の1ですね。はい、で、次サイドに入ります。同じく2センチスライスで、ここの内側のところも3分の1で取るんですけれども、内側は結構軽くすることが多いです。で、もみあげがある方ですと、もみあげのところだけ、濃く残ることが多いので、もみあげだけ分け取ってそこだけ量を取ります。で、透け感をチェックして、だいたい同じような透けている感じになっているかっていうのがとても大切ですね。
これでドライカット終了になります。全体のシルエットはこのような感じです。毛先が少し先細いな状態になっていて、軽すぎないような状態ですね。はい、ではスタイリングです。今回はバームを使います。量はこれぐらいですね。はい、手によくなじませて、まあ、ショートの場合は襟足からつけることが多いので、まず襟足にしっかりつけます。ここにすごくこう長さを残していたことによって、ここにもしっかりとこう首に刺したときにこう長さが出て、こうつながるようにデザインができるのが最大のポイントになりますので、ぜひ簡単にカットできるものになりますので、お試しください。ありがとうございました。